ば最近寒くなってきたな。そろそろ冬服出そうかな。じゃあ着替えてこよ。完了って、ん、なんか息ができない、苦しい。服が、このワンピース、太った？去年アウトレットで3000円で買った新品なのに。大砲さん太ったね。一度も洗濯していないのに縮んだ。誰もが言いにくい一言を。カノンさん太った？クローゼットに入れた無臭だが悪かったの。かわいそうにこのワンピース。カノンちゃん太ったね。日本で食いまくったんかい。まるで名探偵コナンの第1話のよう。カノンちゃん太った？黒ずくめの男たちに薬を飲まされ縮んだ新一のよう。カノンちゃん太ったね。太った？おいおい、わら。今日何着よっかな。天気は…カノン、若干ふくよかになった。いいね、よん。もしかしたらイギリスの気候がこの服に合わなかったのかも。だって日本で買ったもの。ちょっと超えた？皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーの、カノンです。最近イギリスのヒースロー空港に行った時にゲットしたこのクマ。めんこいなお前たち。最近の私なんですけれども、なんと太りました。以前どっかの動画で言ったんですけれども、10月に健康診断を受けに行って、でその時に体重と身長だけはその去年のものと比較できたので、体重を測った時点で去年いくつだったっていうのを看護婦さんが教えてくださったんです、ご丁寧に。そして言われたことは、去年よりもなんと4キロの増加で、この1年間でまるっと太ってしまいました。こんなこと言ったらもうなんだろうね、体重がほぼ割れるんですけれども、去年は40後半だったんですよ。でも今はプラス4キロで、日本人だけじゃなくって、そのイギリスから他の国に来る人たちに共通していることは、イギリスに来て痩せたっていう人が結構多いんです。ある人はイギリス料理がなかなか口に合わなくって野菜ばっかり食べる生活になって痩せていっただとか、今はそのイギリス自体もいろんな国の料理が提供されるようになったので、いろんな人に聞くと一昔前よりは格段と美味しくなったっていう風に言ってるんですけれども、それでもやっぱりそのイギリスの伝統料理っていうのが、例えばそのフィッシュ&チップスとかバーギースだとかスコッチエッグとか、あとはシュッシュパイとか、結構ね油をたくさん使う料理が多いので、ある友達はそういうのを食べ過ぎて逆にそういう油っぽいのが嫌いになってしまって、菜食主義者のヴィーガンやベジタリアンになってしまったっていう人も中にはいました。だから他の人たちに言わせてみれば、イギリスに来て痩せたっていう報告がねちらほら来るんですけれども、なんと私はその逆を言ってしまったという。これはもう知ったんや。今が人生で一番重い体重なんて誰にも言えない、言えたもんじゃない。私結構日本にいるお母さんとビデオ通話をすることが多くって、まあ、そのタイミングで俺顔ほんと丸々やとか、首どこやとか、首との境目が分からなくなってきたとか、なんかすごいこと言われて、さすがに首はあるよ。携帯を下に持ってきて、ほらこっから見たら顎の境目じゃなくて首の境目分からないでしょみたいな風に言ってごまかしてきたんですけれども、ついこの間の健康診断で玉砕しました。そこで考えてみた私の太った原因、それはズバリ食が充実してきたからです、だと思います。あと食に合った運動量やな。前にもどこかの動画で言ったことはあると思うんですけど、私小学校違った、私高校2年生の時からロンドンに来るまでの間ずっとペスカタリアンだったんです。これは豚とか牛や鶏などの肉類は一切食べずに、魚や野菜などを食べる、そういう人のことを言います。お肉や魚を食べずに野菜だけを食べる人のことをベジタリアンって言って、動物の体を通したものは絶対食べないっていう、野菜だけしか食べない人をヴィーガンって言います。それでロンドンに来てお肉を徐々に食べるようになっていって、克服していってる時にですね、約1年前、よいしょ、このお肉スライサーを買いました。なんでこれを買ったのかっていうと、イギリスは、まあ、アメリカもそうなんですけど、日本と違って薄切り肉が売られてないから、やっぱり日本人なので自分が知ってるような料理を作ろうと思っても作れない。じゃあ何が売られてるのかっていうと、もうサイコロステーキみたいな角張ったお肉がボンボンボンってなって売られてます。いや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 待てよみたいな、そのサイコロステーキみたいなお肉で私が知ってる日本料理で何が作れたっけなっていうふうに思い返しても何も思い出せなくって、そうなると一気に料理のレパートリーってなくなるんですよね。言うて日頃パスタだけど、このままだったら料理のレパート増えないから、どうにかしてその
薄切りされたお肉をゲットしなきゃということでイギリスにあるお肉屋さんに3店舗ほど行ってきました。そこで言われたことは、手で薄くスライスをカットすることはできるけど、日本人とかアジア人が好むようなすごく薄いお肉は売ってないよって言われました。そして熱きお肉の戦いが始まる。で、最初はお店の人が手で薄く切ることできるよって言ったので、よっしゃと思ってたし、それ信じて買ったんです。それで一刻も早く家に帰ってお肉を見てみたら、売られている薄切り肉の4倍の太さでした。私でも切れる。その4倍ぐらいの厚さのお肉をさらに切ろうと思ったんですけれども、なんかちょっと手切れそうで怖かったのでやめて、後日誰も信用できないから今度は自分で切ってるということでお肉屋さんに行って塊を買って帰りました。ところがどっこい、いざ自分でお肉を切ってみると、お肉がもよもよして動いて全然切れなくって、かろうじて切れたお肉はそのお肉屋さんが切ったよりもあと3倍ぐらい太さでスライスしました。うわこれダメやな、切れんなっていうふうに思った時、日本ってどうしてあの薄い肉が存在してるんだろうと思って調べたら、スライサーで切ってるとのことでした。じゃあ私も同じやつ買えば同じように薄いお肉食べれるんやと思って早速購入したのがこちらです。日本円にしてだいたい7000から8000ぐらいしました。そしてこれを使って切ったら、日本で売られているお肉の2倍から3倍の太さのお肉をこれで作ることができました。それもアドバイスもらって使えるようになったんだっけ。お肉をスライサーできる場合は冷凍肉が半解凍ぐらいじゃないか切れないですよ。リベンジしてくださいね。これ海外製菓冷凍肉だと楽かも。正直言って日本で食べれるような私が思い描いていたお肉の厚さではないんですけれども、スライサーの中でもどうしても薄いお肉が食べたかったので、安さ重視よりもコメント重視で買ったものだったので、諦めるわけではないけれども、まあ妥協できるかなみたいな、そういう感じで1年の月日が過ぎました。そしてある日って言っても今月の11月の頭なのでつい最近なんですけれども、ロンドンでよく日本食を扱っているお店に私が行きました。そして私は見つけてしまったのです。そこに薄切り肉売られてた。いや、これを最初見たとき、嘘でしょっていう風にしか思わなかった。嬉しさと、驚きと、今まで私は何やってきたんだっていう、その絶望と。これ横から見ると、本当にくるくるなってて、なんか面白い形だなみたいな、日本では売られてないなみたいな風に思うんですけれども、売ってたんですよ。これ最初見たとき、もう絶対にこんな信用できないなみたいな。まあ、でも試しに買ってやっかみたいな感じで、いいね持ち帰って食べてみたら。めっちゃ美味しい。もうね。これぞ理想のお肉でした。ここにヨーロッパで一番美味しい薄切り肉のブランドって書いてあるんですよ。あの日以来私はこれをね冷凍庫に常備するようになりました。言うたらその日本食を扱うお店にはちょくちょく行ってはいたんですけれども、どうして私が気づかなかったのかっていうと、っていうかそもそも日本で冷凍されたお肉を買ったことがなかったので。だってもうお肉コーナーに行ったら綺麗にスライスされたお肉が売ってるんだもん。だからお肉を探しててもこういう冷凍食品のコーナーに行くっていうもう概念すらなかった。だからずっとたどり着けずにはいたんですけれども、そうやって私は薄切り肉を手に入れました。このお肉を買ったことをきっかけに、まあ、今までそんなに手を出してこなかったロンドンで餃子デビューしました。やったー。これだいたい30ピース600グラムで700円ぐらいだったから、まあ言うたらそんなに安くはないんですけれども、この餃子のメーカーどこだと思いますか。 A 日清、 B キッコーマン、 C 味の素。さあどれでしょう。正解は味の素です。味の素が美味しいって知ってるのと、あと日本の企業だから信頼できるなっていうことでもう速攻買いました。今日の夕飯や。ちなみにスライスされた牛肉があれば、じゃあ豚もあるんじゃねってふうに思ってみたら、羊のお肉でした。いやもうね、ここまでの道なりが長く。そういえば私この買ったスライサーどうするんだろう。あ、日本に帰ってからまた使えばいいじゃん。って逆に日本で塊のお肉なんて容易に手に入るっけ。一度冷凍してからスライスをして変圧器を使ってまでするより、普通に日本のスーパーのお肉を買う方がよっぽど楽だし安いよな。あ、でも待って、そういえばさっきのお肉を買った日本食を扱っているアジアのお店には牛肉のスライスはあったけど豚肉のスライスは売ってなかったんです。だからこれを豚のスライスにして使えばいいんや。起立。はい。
今日までの長い日々は今振り返るとあっという間に思えた。そこにちゃんと学べるものがあったから決して無駄ではなかった。だから私、羽ばたいてみせる。目標に向かって。何が言いたいのかというと、